あ、トウミさん休憩中？アノとヒナは？ちょっと一休み。アノとヒナちゃんは飲み物買いに行ったよ。言ってくれれば買っておいたの冷蔵庫から持ってきたのに。なんかアノが飲みたいのがあるんだって。買っておいたのに家に忘れてきたって言ってた。アノらしいわね。深山さん、眠い？お布団敷いてあげるから先に寝てもいいよ。眠いけどもうちょっと大丈夫かな。そう。トウミさん、いきなりお邪魔してごめんね。え？それはいいんだけど。晩ご飯までごちそうになっちゃってさ。あれ、トウミさんが作ったの？すごく美味しかったよ。そう？ありがとう。でもいつもやってることだから。いやー、ほんと美味しかったよ。私らもね、テストの前ってこういうことをやってんだけどね。そうだったの？そっちには行かなくてよかったの？さすがに今回はね、ちょっとパス。それは、その、前に言ってた、一木さんと二野さんを二人にしてあげるため？それもあるし、そのつもりだったんだけどね。もう、ここんとこ、それどころじゃなくってさ。最近、海がちょっとひどくてさ。こないだのこともそうだけどさ。どうも海勘違いしてるみたいなんだよね。さっさと海がくっついたせいで、私が寂しがってるんじゃないかって思ってるみたいでさ。それで海、いつにも増して構ってくるんだよ。もうたまんなくてさ。そうなんだ。さっさもさっさで同じこと考えてるのか、海のこと止めないしね。もう、私は海と笹がどうなったって何とも思ってないのにさ。それで寂しいと思うくらいだったら最初から気使ったりしないってのに。どうすりゃいいんだかも。落ち着いて寝れやしない。まあ、トウミさんにこんなこと言っても仕方ないけどさ。ごめんよ、愚痴なんだ。別に私は気にしてないから。トウミさんにはうっかり話しちゃったからさ、つい出ちゃったよ。そうね。ねえ、深山さん。その、深山さんがそう思ってるって、一木さんと二野さんに伝えてる？何にも言ってないよ。言った方がいいと思うな。深山さんが言ってくれないから二人も心配するんだと思うし。
そういうもんかな。ごめん、深山さんたちのことよくわからないのに勝手なこと言って。いや、いいよ。そうかもしんないしね。海にちゃんと言わなきゃかな。こんなの私のキャラじゃないんだけどな。仕方ないな。まあ、ありがとう、トウミさん。なんか気楽になったよ。そう。よかった。ごめんよ。トウミさんって、もっと突っ放した人だと思ってたよ。そんな雰囲気だって思ってた。そう?まあ、あまり間違ってないと思うけど。結構面倒見よくて話しやすい人だったんだね。まあ、あのアノに付き合ってるんだから、そうなるよね。ええ。まあ、アノはああいう子だから。あれに付き合えるんだから、相当辛抱強くなくちゃだね。なんか気抜けてきちゃったよ。眠い。もう寝る?お布団用意しようか。アノたちが帰ってきたらもうちょっとだけ頑張るよ。でも、そしたら寝る。わかったわ。実は待ってた。ようか。おはよう。何待ってたって。へへ、実はさ、来ちゃったんだよ。またまえのは散々だったけど、今度は違うぜ。今度こそユナのロックを揺さぶってみせる。俺の愛の歌第2弾の歌詞ができたんだ。あのね、ヨカ、あなた今日が何の日だか分かってるの？え？今日は夏休み前のテストの日よ。忘れてたぜ。もしかして全然勉強してないの？いや、土曜日くらいまでは覚えてたんだけどさ、急にすげえ歌詞が降りてきたもんだからさ、もうそうなったら勉強どころじゃねえべ。同意を求めないでよ。それよりもさ、見てくれよ、新しい俺のラブロックをさ。ごめん、私はテストがあるの。早く学校行ってノートとか見直しておきたいの。うわー、頼む、ユナ様、手間取らせないからさ。他の友達に頼んだら？そう言わずにさ。なんていうか、こないだ見てもらった時、ユナすっげーはっきり意見してくれただろ。結構きつかったけどさ、すっげーためになったんだよ。だからもうユナに見てもらわないと完成しないって感じになってさ。
わかったわよ。マジか？ありがとう、サンキュー。これこれ。さあ、今回もきっついの頼むぜ。はいはい。へえ、どうだ。いや、ごめん、ちょっと意外だった。ようかってこういう詩も書けたのね。お、なんか結構反応いいな、ゆな。ちょっとらしくない気もする。お、ようからしくないっていうのかな。無理してる感じ。うん、そっか。あの、ごめん。こないだのよりよくできてるとは思うわ。ああ、オッケーオッケー、わかってる。なんとなくユナの言いたいことはわかる。つまり、ロックが足りないってことだよな。そういうことなのかな。そうだよな。俺が俺の気持ちを伝えるんだしな。ロックのねえ歌詞なんて俺の歌じゃないもんな。そんなんじゃ伝わるわけねえもんな。うん、そうなのかな。あー、さすがはユナだ。足りないとこにズバッと切り込んでくるぜ。参考になればいいんだけど。あー、バッチリ参考になったぜ。これでもっとすげえ歌詞ができる気がするぜ。俺の最高のロックがさ。でも、ようか、本当にテストは大丈夫なの？赤点取ると夏休みに補習があるのよ。ああ、補習か。じゃ、気にしなくていいや。ちょっと。だって俺、もう補習確定してるからさ。え？ようかってそんなに普段の成績悪かったの？いや、違う違う。まあ、そんなに頭良くもないけどさ。ほら、俺、遅刻常習犯だからさ。それの罰でもう夏休みに補習受けることに決まってんだよ。ああ、そうなんだ。ああ、そういえばあの人も遅刻補習の監督に学校来るって言ってたな。おお、すげえ。そうすると補習期間中毎日会えるってことか。あの人ってようかの好きな人？ん？あ、そう。誰？ん？ああ、アキだよ。Cぐみの風紀委員の有生亜紀。そうそう、ユナのアドバイスのおかげだぜ。まずは友達ってな。段階だよ、段階。俺、亜紀と友達になれたんだぜ。そう。お近づきになれたんだぜ。これでラブロックが完成すれば完璧だな。あのさ、ん？Cぐみのアリウさんってことは、それ同じ学校なんだよね。うん、そうだけど。あのさ、同じ女同士だってこと。
わかってるの？え？あ、あー！そういえばそうだな。うわあ、女同士じゃん。全然気づかなかった。でもこれってすごいロックな恋だよな。そうじゃないでしょ。自分が変だと思わないの？そうか。だって好きなものは好きなんだしさ、女同士だからって関係ないだろ。ユナはそんなに変だと思うか？よくわからないわ。私そんなこと考えたことないから。俺もそんな難しいこと考えたことねえや。でもさ、俺はとにかくアキのこと好きなんだ。愛してる。だから伝えたいんだ、歌で、俺のロックで。そう。でもちょっと待ってようか。あなた、この間私が好きな人ってバンドの人って聞いた時、全員女だから考えられないって言ってなかった？え？だってそうだろ。あいつらと恋愛考えられねえって。アキとは何もかも違うんだぜ。おはよう、ヨウカ。今日は早いんだな。テスト勉強か？いや、それがテストのことすっかり忘れててさ。らしいな。第2段階って終わっちゃってたの？え？あれってユナがやったんじゃないの？全然知らなかった。あのちゃんと話しているところにちょうどつくよ先生が来たのよ。その後そのおちゃん、座敷で何か考えていたみたい。きっとあれはキリさんの魅力に戸惑っていたのよ。そうね、いろいろつくよ先生も考えてるみたい。キリちゃんのことかなり気になってるみたいよ。これはもう一押しって感じね。いよいよ作戦も最終段階よ、ユナ。そう。あとはこの屋上ね。さあ、何か作戦を考えて、ユナ。そんなこと言われても。こんなとこ階段の踊り場とかじゃないんだから、二人が偶然会ったりするわけないでしょ。そこを考えるのがユナの役目でしょ。簡単に言わないでよ。
とかしろって言われても。あ、こんにちは、剣峰さん。あ、遠見さん、こんにちは。もう帰り？あ、いや、部活に行くとこ。どうしたのそれ、かわいいね。あ、これ？うん、ちょっとつくよちゃんにね、誕生日プレゼント。へえ、佐野先生誕生日今日だったんだ。本当は一昨日だったんだけど、休みだしテストがあったから、だから今日持ってきたんだけどね。でもつくよちゃん、もらってくれるかな。まだその先生怒ってるの？ああ、違う違う、こないだも言ったけど、つくよちゃんに怒られてるわけじゃないんだけど、ちょっと慣れ慣れしくしすぎちゃったみたいでさ。それじゃあさ、そのプレゼント星間校舎の屋上で渡してみたら。え？屋上で？なんで？ほら、屋上みたいな高いとこってなんとなく気分が良くなるでしょ。今日は天気もいいから景色もすごくいいしね。そういう場所ならプレゼントも気分よくもらってくれるんじゃないかなって。屋上か。あんまり人のいるとこで渡すとつくよちゃん気にしそうだな。放課後ならほとんど人いないんじゃないかな。そっかな。まあ気休めだと思って。うん、ありがとう。それじゃあ私帰るね。うん、じゃあね。どうしたの？あそこ、上島先輩と稲本先輩。え？なんか喧嘩してない？うん、そうみたい。どうしよう。はあ、ほっといていいと思う。え？そうなの？あ、割といつものこと。あら、あの二人またなのね。ねえ、最近ちょっと多いよね、幸さん。こんにちは、稲さん。もう帰り？
てるんですか？上島先輩と稲本先輩。うん、有名だしね。もしかしてあの二人。ええ、恋人同士なのよ。この学校に入る前から付き合っていたみたい。特に問題がなかったからユナさんには紹介してなかったわね。そうなんですか。でも今目の前で問題が発生しているみたいだけど。気にしなくていいよ、いつものことだもん。見てなよ、ほら。だからさ、そんなに気真面目に考えなくてもいいでしょ。ミユはどうしてそんなに気にするのかな。あなたが何も考えていないだけでしょ。もっと真剣に考えてよ。真剣に考えてるつもりなんだけどな。はいはい、どうせ私はいい加減ですよーだ。そういうことを言いたいんじゃないの。もう私は結構祭りの気楽なところ助かってるのに、何よ、私ばっかりムキになっててバカみたいじゃない。ああ、ミユがちゃんと考えてくれてるから私も思いっきりやれてるんだよ。そういう風に自分を卑下するのやめなよね。祭りがそうさせてるんじゃない。もうちょっと自信持ってもいいと思うんだけどな。私、ミユのそういうとこ大好きなんだから。ちょっと、そういうことこういう場所で言わないでって言ってるでしょ。二人っきりの時にも言ってるけど。そんなの知ってるわよ。ね、いつもこんな感じなの。性格は結構正反対みたいだから喧嘩するのはよくあることなの。でも最後はいつもこんな感じ。付き合いが長いからできる喧嘩なのね。素敵よね。あとは学校の中でもっとイチャイチャしてくれればいいのに。もっとって。私たちのお手本になるようなこと。お手本ってそんなこと学校でするわけないでしょ。でも見せてくれないとわかんないじゃない。二人っきりの時はいい雰囲気になるんだけど、あとちょっとってところでやめちゃうのよね。みゆちゃんの方がどうにも用心深くて。絶対うちとかではやってるよね。お泊まりとかしてるみたいだもん。まつり先輩、みゆ先輩、帰り？あ、もう聞いてよひな。みゆったら頑固でさ。ちょっと祭り、後輩に何言ってるのよ。少しはひなの素直さと可愛さ分けてあげてくれない。祭りの方こそひなのしっかりしたところと余計なこと言わないところを見習うべきでしょ。あー、もうほんとみゆってば口うるさいんだから。いいよ、いいな、今日は私と一緒に帰ろう。こんな頑固者置いてっちゃおう。ちょっとひな、祭りに付き合ってるといい加減が映るわよ。私と一緒に帰りましょう。祭りはそこでしばらく反省してなさい。みゆ、こんな可愛い後輩を独り占めする気？あなたの悪いとこ見習ってほしくないのよ。ひな、いいから私と一緒に帰ろう。私と帰りましょうね、ひな。ひな、ひな、
ユナ姉と帰る。ちょっとヒナ、だって先輩たち新町の方でしょ。帰り道違うから。ああ。それじゃ失礼します。ああ、うん、じゃあね、ひな、ゆなちゃん気をつけて帰ってね。ゆなさん、合宿お願いね。あ、はい、それじゃあ失礼します。明日から夏休みか。そうすると20日がいいかな。ちょっとお盆からは外れちゃうけど。ほとんど出歩くこともしなかったしな、去年は。あんなに人付き合い避けていたのに。これも充実した毎日っていうのかな。学校の廊下を歩いていた。今より少し背の低い私。髪もまだちょっと短くて。制服も違う。廊下も違う。これは、あの時の。少し気が流行って、廊下を進む足も速くなっていた。手に持っているもの、さっき受け取ってきたものを、早くみんなに届けたくて。もう少し。あのドア。その向こうにみんないる。嬉しくて。頑張ってきた結果があったから。この手に持っていたから、早くみんなと一緒に喜びたくて、あと少し。その時、聞こえてきた。ああ、やっと引退できる。優勝はいいけど、こんなに引退が伸びるなんてマジ勘弁だよね。受験だってあるのにさ。ほんと、まあ言っちゃうよね。ユナには、私の名前、急いでいたはずの、足が止まった。
もう、ユナが部長になってからきつくってさ。なんか運動部みたいなノリになっちゃったよね。そうそう、私ら料理部だってのにさ。そう話している声。声だけは楽しそうなのに、いつものみんなの声なのに、私の足は動かない。そこに立ち止まったまま。あれ、なんかもうすごかったよね。料理部が毎日部活なんてどういうことってさ。夏休みだってほとんど潰れちゃったしね。ほんと最悪。みんなが話している。私だけがその中にいない。こうして廊下に入っていくこともできず立ち尽くしてる。あんたもさ、副部長だったんだからもうちょっとなんとかしてよね。無茶言わないでよ。ユナのあれってもう病気なんだからさ。さあさあ、私らが何か言ったって止まんなかったじゃん。何でも自分でやっちゃってさ。全国大会って言ったって私ら立ってただけみたいなもんだったしね。どうして？優勝した時みんな喜んでたでしょ。みんなで頑張って優勝できたんでしょ。だからここにあるんだよ、みんなの分の賞状が。私それをもらってきたんだよ。これからみんなにそれを渡してありがとうって。すごいすごいよ、ユナ様は。料理もうまいし、プロにもなれちゃうかもね。さすが部長様だよね。でも付き合うのしんどかったよね。ついてきてくれてありがとうって。頑張ればできるって信じてるよね、あれは。無理無理、どんなに頑張ったってできませんって。ユナとは違うんだから。あたしら普通だし。何でもできちゃう人とは違うんだよね。みんなと頑張れて楽しかったって。あれさあ、きついよね、ユナが手伝ってくれる時とかの。そうそう、あたしらが必死になってもできないことちゃっちゃと片付けちゃってさ。その時のユナってさ、こんなこともできないのって感じだよね。うん、背中がそう言ってるんだよね。しかも顔は違うの。私が助けてあげなきゃって感じ。キラキラしてるよね。やめてよね、あれ惨めになるから。おせっかいだよね。余計なお世話だっての。こっちは楽しくお菓子でも作って放課後したかっただけだったんだからさ。ねえ、言おうと思ったのに。Thank you.
先輩。先輩、疲れてたのかな。受験か。卒業。先輩。くらいの時間、ここで先輩と一緒に過ごすことができるのかな。私、それだけ特別なんですよね。ね、先輩。私、今、キスしてる。先輩とキスしちゃってる。先輩、大好き。あっ！
私の隣で本当に気持ちよさそうに、その顔がとっても綺麗で、だから私なんだか、キスしたくなっちゃった。ね、もう立って、マキちゃん。はい。私なんてことしちゃったんだろう。女同士なのよ。だからそんなの分かってるって。でも好きなんだしさ。あなたがそうでも相手の人がそう思うとは限らないでしょ。ああ、そっか。でも俺がアキのこと好きだって伝えなきゃ分かんないだろ。そうかもしれないけど。でもちょっと待ってようか。あなた、こないだ私が好きな人ってバンドの人って聞いたとき、全員女だから考えられないって言ってなかった？え？だってそうだろ？あいつらと恋愛？考えられねえって。アキとは何もかも違うんだぜ。